おしどりは日本の各地に伝わるおしどりの伝説。また、それを原型として書かれた小泉役物短編小説。短編集、階段に収録されている。ある時、主人公が赤沼でおしどりを見つけ、これを狩る。するとその夜、夢の中で美女が現れて、なぜ夫を殺したのかと泣きながら主人公を責める。翌日、 主人公がおしどりを買った場所に行ってみると、メスのおしどりが主人公に向かって近づいてきて、目の前で自分の体を引き裂いて死んでしまう。主人公は出家して、そうになる。同様の伝説が日本の各地に伝わるほか、今若物語集にも同様の話が見られる。小泉役の怪談に収録されたものは、道のく国田村の里という地名が書いてあることから、 福島県郡山市中田町赤沼、あるいは秋田県横手市大湯赤沼に伝わるもののいずれかが原型と思われる。無重の社籍集に収録されたものは下谷国阿蘇沼という地名があり、栃木県宇都宮市の旧区江沼、または同県佐野市の阿蘇沼に否定する。ただし阿蘇沼を旧区江沼と解釈するには無理があることから、宇都宮説を郷土市やは 否定的に見ている。その他、千葉県八千代市、富里市、長野県稲市などにも、ほぼ同様の話が伝わる。おしどり塚、ありがとうございます。